はいどうもこんにちは。今日もブラックスクワットやってきます。チームデスマッチ AK47 使っていくわけですが、今日はね、よくなんか最近コメントとかね、リアルとかでも聞かれるんだけど、パソコンのね、スペックとか、なんかマウス何使ってんだとか、そういうモニター何とかよくね、聞かれるんだよね。コメントとかでもね。なんで今日はそれについてなんか喋っていこうかなって思います。で、パソコンのスペックなんだけど、私のやつ結構古くて、もう3年ぐらい前に、組んだやつかな。CPU が Core i7 の67、ちょっと待ってね。CPU-Z 見ながら。Core i7 の 6700K だ。オーバークロックしてあるやつですね。まあ、CPU そこそこいいやつ使ってんでね。で、メモリーが DDR4 の、16GB なんで 8GB をね、2枚挿してます。まあ、この辺ね、そんなに高くないんでメモリーなんて、16GB なんて1万以内で買えると思うんでね、結構リーズナブルに済ませてますね。パソコン組むときはね、一番コスパ重視で組むんで、そんなね、すごいスペックとかは組まないですね。で、あと、グラボ。みんな気になるグラボ。私、GTX970 ですね。結構古いんだよね、これも。まあ、結構当時はね、なんか3、4万したらしいんだけど、なんか私がつくもで買ったときは2万でしたね。まあ、この GTX970 が2万で買えるって相当破格なんだけど、めっちゃ安いでしょ。これなんで安いかっていうと、なんかね、このグラフィックカードの、なんだろう、なんか、寸法が結構かなり大きいらしくて、で、なんか普通の箱には入らないらしいんだよ。そのぐらい大きくて、で、全然売れなかったみたいなね。そんななんかいわくつきのグラボなんだけど、私、箱も全部自分で自前で用意してるんで、まあそんなの関係ないんですよ。結構大きめのね、箱で入れてるんで、まあそこは全然なんなくクリアできるってことでね、まあ、サクッと、今1キッパぐらいだったかな買ったんですよね。まあ、そういうね、投げ売りとか、いわくつきで、新品の970がね、2万で買えるってなかなかないんでね、それで買ったわけですが。で、パソコンのスペックってそんなもんか。CPU いったし、メモリーもいったし、グラボもいったし、他はそんなないか。で、次、周辺機器の話。まあ、結構ね、まあ、スペックも大事だけど、まあ、ちなみに今のスペックあればね、バトルフィールドとかハイ設定で、まあ、100から144のフレームは稼げるんでね、まあ、スイスイ最新のゲームも動きますね。まあ、ウルトラ設定にしても60は超えるんでね、全然楽しむ分には、最新のゲーム楽しむ分には全然このスペックで問題ないですね。で、ブラックスカットなんてもう完全全部ウルトラだよね。全部ウルトラでもう余裕で稼げてるんで、いいと思いますよ。で、次。周辺機器か。周辺機器はね、結構お金かけてますね。まずキーボードは、これトープレのリアルフォース、なんだ、91UBK って言うんだけど、黒のね、点キーがないやつだね。で、このリアルフォースね、何がいいかっていうと、まあ、普通に使いやすいね。特に特徴もないんだよね。なんか、エルゴノミックミックスデザインだっけ？キーボードが曲がったようななんか近未来的なデザインってわけでもなく、すげえ普通のキーボードなんだよね。ただ、すごく壊れにくいし、カチャカチャならないんだよね。なんだこれ。真ん中の人差し指の方が重くて小指の方が軽いみたいな。かなり押しやすさ重視っていうのと、まあ音も全然ね、静かですごく使いやすい。あと耐久性がすごいね。もうこれ6、7年ぐらい使ってんだけど、全然壊れないですね。あと、まあ、この前これにコーヒー思いっきりこぼしたんだよ。この D とかね、F のとこにね、コーヒーめっちゃこぼしたんだよ。なんかもう9とか W とか1とか2とか3とかめっちゃコーヒーだらけになったんだけど、それでもね、全然壊れなかったっていう、めっちゃすごいキーボードなんだよね。まあなんでこれ使ってますね。ちなみにこれまあ 5年ぐらい使って全然壊れないんでかなり持ってる方だと思います。5年でさ、1万5千ぐらいかなこれ。だったら全然いいよね。コスパ的にもいいよね。なんか、その3000円のキーボード使って壊すぐらいだったら全然こっち買った方がいいかな。使いやすいしね。って感じで。で、次にマウス。これね、まあ、名前出せばすぐにわかると思うけど、レイザーのデスアダー使ってます。デスアダーのこれなんだ？ちょっと裏見てみっか。2013。ちょっとあれだね。最新のやつじゃないね。確か今のやつデスアダーエリートで、その前がクローマで、その前が2013かな。まあ、デスアダーってなんかマイナーチェンジしてるんだけど、結局変わんないんでね、対して。もう何使っても同じだと思います。で、2013ね。これ、割と最近買ったんだけど、なんか安いんだよ。旧モデルだっていうのが、なんか4000ぐらいで売ってたんでね、これ2個ぐらい買って、これで。買ってますね。エリートもなんか持ってたけど、まだ使ってないですね。で、ソールとかはデフォルトの最初から付いてる。マウスソールはそのまま同じの使ってますね。まああんまこれ張り替えるようなことないんで。で、マウスパッドは、これなんだ、アーティザンの0。確かこれ、ミッドとソフトなんだけど、確かミッドの方使ってるかな。めっちゃ後ろからヘッドショットしてる。このマップね、ここまで進むとなんか強いんだよね。で、ミッド使ってますね。この組み合わせがすごくいい。昔はなんかアイズマットっていうね、ガラスのマウスパッドを使ってたんだけど、なんかソールがすぐ削られちゃってんで、もうコスパが悪かったんだよね。あんま使ってないですね、今は。で、あとディスプレイか。ディスプレイは、なんだろう、右上の方になんか型番書いてんだけど、BenQ の XL2411。まあ、多分これ使ってる人かなり多いんじゃないかな。一番安いコスパのいい 144Hz リフレッシュレートのディスプレイ。まあ、FPS やるんだったらね、60と 144Hz だったら全然後者の方が有利なんでね。まあ、なんかガチでやってる人は大体持ってると思うんだけど。そんな感じですね。なんか、他にも、あ、マウス感度か。ちょっとマウス感度ね、試合終わっちゃったんでね、次の動画でお話ししましょうかね。まあ、私のパソコンのスペックと周辺機器は、こんな感じですね。もうなんか2、3年変えてないです。ということでね、動画以上です。